英国名首相二21日の議会で EU からの離脱に向けた代替案として議会からの反発が強いアイルランドの国境問題への対応策の修正、検討する方針を表明しました。しかし具体的な修正内容を示しませんでした。名医師 EU とも協議してですね、具体策を詰める方針なのですが EU と議会の双方を納得させる案ができるかは見通せないという状況です。代替案29 日に議会でで採決すする予定です与野党双方からの離脱案への反発が収まらず混迷しているという状況なのですが田中さんいかがでしょうか そうですね。やはりこの合意なき離脱。はい。それは本当に信憑性を持ってくるなっていう気がしますよね。えー、えー。やはりこのね、修正案もかなりこうね、はいえー、叩かれてますしね。そうですね。ええー。で、あと気になることもね、はい、あって、こう、アイルランドで、テロと思われるようなね、はいえー、事件も発生してる。えー 自動車のですね私は寺島さんの若い頃というとね、アイルランド紛争ということで、イギリスとアイルランドの間ですごく政治的な緊張が高まってましたので、まあそういった歴史をですね、考えると、このアイルランドとイギリスの国境問題っていうのはですね、まあ一筋縄ではいかないっていうか、いろんなですね、利害関係が激突してるんで、 難しいですよね。で,ねねでもこの、イギリス議会の賛成が得られず、合意なき離脱という状況になった場合ですね、えー、これ、田中さん、これ、どういう混乱が生じると、ね。うん。まあ、多分ですね、えー、EU 側が、えー、ある程度、こう、交渉期間をですね、はい、えー、また、なんて言いますね、調整期間ですか。はい。が、あ、を事実上ですね、え、はい、実施して、えーえー、まあ、今と同じような形で、えー、ある程度、こう、ね、えー、 行かせてくれるんじゃなか<ー>ろうかなと思うんですよね。えー、その方が ENSEU 双方にとっていいですからね。でもそれずーっとは無理ですよね。ずっとは無理ですよね。えー、やはりまあ、えー、今のところ調整期間普通だと、はい、あの、その合意案だと2年ぐらいだと思うんですが。 まあ、その2年で片付く問題なのかな、という気がしますね。えーはい、まあ、一つはね、あの、えー、その国境通貨で、はいえー、例えば、あの、なんて言いますかね、顔認証みたいな、はい、えー、ものを、えー あの、導入するとか、いうのをやったら面白いかなと思うんですね。えー、だから、えー、アイルランドの、えー、国民とイギリスの国民との間ではですね、はい、国境通過はですね、えー、従来と同じと。はい、ただ、他の EU 圏から来る人たちは、その国境のところで顔認証で引っかかったら、まあ、その段階で、はいえー、入っていい。 ええー、ね、チェックを受けいということですね,ね。そういったのもありかなっていう気はしますけどね。えー、はい。うん、ええー、まあ、あの、中長期的にですね、関税が、まあ、あのー、これ、具体的に言えば、えー、合意なつ、合意なき離脱になった場合にはですね、まあ、どう、どうしても関税はかかってくるわけですよね。えー、で、その、関税がかかったときに、 イギリスと EU の経済に悪影響を及ぼすということがよく言われてるんですけれども。それはもう間違いないですよね。えー、まあそのためには、えー、イギリスは何が必要かというとですね。はい、まあ一応 EU からですね、えー、離脱すると。格好付きの暫定ですけどね。はいえー、で、何が可能になるかっていうと、機動的な財政政策が可能になると。と、はい、いうことで、完、え、全、ー、によってですね、イギリスの消費者がですね、えー、大きなマイナスを、えーまあ、被るわけで、はい、それをまあ補う方 てですね例えば消費税インスもありますからまそれを引き下げていくとかまたはですねま再分配政策でまあ不満が根強いですね低所得者層にですね給付金を与えるとかそういった政策をですね組み合わせていってですね不満の解消を和らげていきながらでまたさらにですね金融政策も縛りがほとんどなくなると思いますんでインフレ目標みたいなものをですねちょっと引き上げた方がいいと思いますねある程度今の2% ただ、今回のよう3%から3%ぐらいを目指してです、ねはい、えー、行くという,いうようなです、ね、機動的な金融政策と税制政策をです、ね、合わせて、えー、今までの EU にて、えー、できなかったあの反緊縮的な政策をです、ね、動員していく、はいまあ、チャンスだと思いますね、これはね。はいまあ、でもあの、ニュースでもお伝えしましたが、IMF ・国際通貨危険が世界経済見通しでね、えー、これ、今年の実質成長率、去年10月時点から0.2ポイント引き下げて3.5%。 に過方修正しててます世界経済の原則感も鮮明となっているこれ、安倍政権ですけども、今のところ、リーマンショック級の事態がない限り、予定通り増税すると、10月に言ってます。消費税増税ですね。えー、でも、米中貿易摩擦がある。そして、今お伝えしたイギリスの EU 離脱問題。これもある。これ、10月に予定されている消費税率10%に引き上げ。えー、これで、その、どうなるのかってことですね。まあ少なくとも今の 経済環境がこのまんまですね。はい、継続している中で消費税を引き上げればですね。はい、ま、財務省的にはいろんなね。対応してるとか言ってますけど、はい、結果的に。はいえー 大きいダメージをですね、日本経済が受けるのは間違いないんで、はいえー、その時の責任をね、本当ね、財務省の官僚や、えー、まあ安倍政権もそうですけど、はいえー、政治家たち、えー、そして、えー、ね、えー、それを後押ししているような一部のマスコミだとか、えー、あの、経済学者の大半、はい、一体どう責任を取るんですかね せっかくね、良、えー、くなってきた、はい、あの、日本の経済状況を、この国際環境が厳しくなった中で、えーはい、さらに悪くすると。で、それで本当にね、あなた方はね、責任取れるのかと。はい、絶対取んないんですよ。えー、2014年も、えー、の引き上げの時もね、はい、経済減速したんだけど、誰もね、責任取んないですね。えー、彼らは、その、引き上げる前にですね、特に経済学者なんか何言ってたかっていうと、はいえー、消費税を引き上げることによって、将来不安が解消されると。はい、それによって、財政の 危機が回避されたり社会保障が充実することによって、えみんなハッピーになってそのうちですね消費が上向くと何言ってんだと全然そんな事実によってうあのね裏切られてるそれとおいった連中が今度は手を返しなお返しですねえ今度は大丈夫とえみたいなこと言ってるんですよ全然ね日本の経済学者って本当ダメだなってもう僕も経済学者なんであれなんですが。 本当ね、経済学者っていう名称でね、もうやめてね、これから反経済学者、田中英臣でいこうかなぐらい、もう失望してますね。あの、日本の経済学者が悪い。ま田中さんはじめ、その、ね、まっとうなというか、あの、同じ意見の方もいらっしゃるわけですあの、先ほどのイギリスでね、あの、積極的な、あの、今こそ EU 離脱をね、えまあ、目前に控えた日本、あの、イギリス経済、今こそこの、緊縮政策を廃棄して、あの、反緊縮。 機動的な財政金融をやるっていうね、えー、そういった主張するイギリスの経済学者はいますよまあそれが大体ですね、えー、半々ぐらいいるんですが、えー、日本の場合はね、えー、僕、えー、少数ですはい